大阪府によりますときょう新たに新型コロナウイルスへの感染者が1万640人確認されましたこのほかシステムの不具合と感染の急拡大により集計が遅れているうちの2921人も合わせて発表されました大阪府の新規感染者は4日連続で1万人を上回りましたまた死亡が確認されたのは4人です